さあカウントバックが気になる、気にし始める16番になってきました。綺麗に筋ってます。綺麗なショットです。ナイスオン。176ヤード少々上りのパー3です。これはちょっとドローがかかりすぎて左のバンカーでしょうか。さあここまでイーブンパーでこらえている川村選手、最終3ホールで追い上げて2打差を追いつきたいところです。右からドローがかかってピン右にオンしました。ちょっと左に引っ掛けてバンカー方向です。約20ヤードのスライスラインのアプローチです。綺麗に上がって止まるか、ちょっと大きかったようです。ここからは15ヤードぐらいですが、スライスラインであまり上げる必要もないと思います。グリーンはかなり使える状況です。素晴らしいタッチのアプローチでした。ナイスタッチ、ナイスアプローチ。浅田選手はパットにするかウェッジを使うか迷っていました。かなり下りの速いラインになります。川村選手約20、30ヤードのロングパット、ナイスタッチでした。浅野選手パターを選びました。下りのタッチが難しい。あーちょっとオーバーしてしまいました。残念ながらボギーとなってしまいました。打った、打ってきた、惜しい。ナイスタッチでしたが残念ながらボギーとしてしまいました。ナイスパー。30ヤードのロングパットを2パットで決めてイーブンパーを維持しております。ナイスアプローチからのパーでした。小島選手残念ボギーでした。カウントバックが非常に気になる17番になってきました。523ヤードパー5です。ここは1打目をなるべく飛ばしておかないと2打目、池の前にレイアップしなければならなくならず3打目が大変になります。今日は幸いフォローの風が吹いているので吹き流しを狙って200なるべくドライバーを飛ばしたいホールです。ドローヒッターの杉原選手にとってはあまり右の池は怖くないと思います。これはかなり飛んでると思います。270は行くでしょう。ナイスショットです。川村選手も
ロングヒットです。なるべく飛ばして2打目は橋を越えられるショットが打てるようにしたいところです。ナイスショット。先ほどボギーとしてしまいましたので、このホールなんとかバーディーで取り返したいところです。ちょっと左ですが問題ないでしょう。左フェアウェイです。大島選手ナイスショットです。フェアウェイ右ナイスショットでした。さあ大島選手、橋を越えるには200ヤードありますが、ユーティリティを持っているのでレイアップだと思います。水手前のレイアップナイスショットでした。ナイスショット。川村選手、フェアウェイを横切る水を越えるには180ヤードが必要になってきます。さあセンタークラブは何するでしょうか。夢の選手先に打ちます。レイアップしました。川村選手クラブを変えてレイアップするようです。よっしゃー、ナイスレイアップ。ちょっと引っ掛けてしまいましたが、川は余裕で越えています。左のバンカー近辺です。ちょっと引っ掛け気味ですが乗りました。右にかなり動き、バーディーチャンスです。ナイスショット。ちょっと左に引っ掛け気味ですが、グリーン傾斜を利用できるか。グリーン傾斜を利用してかなり戻ってきています。まだ動いています。まだ動いています。ナイスショット。数字いってます、数字いってます。ナイスショー。杉原選手3打目です。約70ヤード、大変なライです。つま先下がりのこのホールは全員パーオン、3オンしております。杉原選手、難しいライからの3打目を見事に3オンさせてバーディーパットです。ナイスバーディー。大島選手、ナイスバーディー。さあ正田選手、先ほどのボギーを取り戻すことができるか。ただ下りのスライスラインでしょうか。ナイスバーディー。なんとここまで3人連続バーディーでした。さあ川村選手、カウンターパック大事な17番、ここはバーディーが欲しいところ。ちょっと引っ掛けてしまいました。ナイスパー。